1880年共和党全国大会は、1880年6月2日から8日まで、イリノイ州シカゴのインターステートエクスポジションビルで開催された共和党全国大会である。同年11月の大統領選挙に向けて、オハイオ州出身のジェームズ・ガーフィールドを大統領候補に、ニューヨーク州出身のチェスター・A・アーサーを副大統領候補に指名した。大統領候補として名乗りを上げた14人の中で、この大会までに有力候補とされたのは、ユリシーズ・グラント、ジェームズ・G・ブレイン、及びジョン・シャーマンの3人だった。グラントはすでに1869年から1877年まで2期大統領を務めた実績があり、前例のない3期目への返り咲きを狙っていた。共和党内のストールワート派の後ろ盾があり、政治マシーンや後援会を支持していた。ブレインはメイン州選出アメリカ合衆国上院議員と同下院議員を経験しており、共和党のハーフブリード派のバックがあった。シャーマンは、南北戦争で著名な将軍ウィリアム・シャーマンの弟であり、当時はラザフォード・ヘイズ政権の財務長官を務めていた。オハイオ州選出の上院議員であり、ストールワート派とハーフブリード派を支持しない大議員に支持されていた。第1回目の投票で、シャーマンは93票、グラントが304票、ブレインが285票を得た。誰も勝利に近づいた者がおらず、勝者を決めるための投票が続いた。投票が何度行われても過半数を得る候補がいなかった。35回の投票が行われた後、ブレインとシャーマンが新しいダークホース候補者であるジェームズ・ガーフィールド支持に切り替えた。次の投票でガーフィールドは399票を獲得し、グラントより93票多く、党公認候補となった。ガーフィールドの出身地オハイオ州の大議員団が副大統領候補としてストールワート派のチェスター・A・アーサーを選んだ。アーサーは468票を得て候補指名を獲得し、それまでで最長となった共和党全国大会が終わった。ガーフィールドとアーサーの組み合わせは11月に行われた投票で民主党のウィンフィールド、スコット・ハンコックとウィリアム・ヘイデン・イングリッシュの組を接戦で破った。現職アメリカ合衆国大統領としてのラザフォード・ヘイズは共和党の中で熱い緊張感を作り出していた。ヘイズは北部共和党員の代わりに南部民主党員に知事職を提案することで党の支援後援関係から遠ざかっていた。その行動はニューヨーク州のロスコー・コンクリング、メイン州のジェームズ・G・ブレインなど党内から厳しい批判を受けていた。ヘイズは1880年、アメリカ合衆国大統領選挙に出馬したとしても、勝てそうにないことが分かっており、再選を求めないことにした。共和党内で対立する派閥である、ストールワート派とハーフブリード派は、その選挙を熱い心で待っていた。前大統領ユリシーズ・グラント、1870年代の写真1877年に、グラント大統領の2期目が終わった時、共和党が支配していたアメリカ合衆国議会は、グラントが3期目を求めて、ホワイトハウスに戻ってこないと予期していた。グラントは、そのような考えがないと思われ、妻のジュリアには、あと4年間ここにいたいとは思わない。私は耐えられるとは思わないと告げてすらいた。グラントは、ホワイトハウスを去った後に、妻と共に貯めていた$85,000を世界一周旅行に使うことにした。ニューヨークヘラルド電気作者のジョン・ラッセル・ヤングはグラントと一緒に旅し、後にグラント将軍との世界一周と題した著書で世界中の魅惑的な場所に行った様子を文書にした。ヤングはグラントの人気が高まっていると見ており、日本の東京や中国の北京で素晴らしい歓待を受けた。ヘイズが共和党と不仲になり、アメリカ合衆国国内でホワイトハウスに強い男を待望する気分が高まると、いち早くグラントが国内に戻ってきて3期目を求めるようになった。党内ではストールワート派の後ろ盾を得て、ホワイトハウスには藁の男の代わりに鉄の男が求められた。グラントは党の大統領公認候補になる自信があった。ストールワート派の指導者であるロスコー・コンクリングは、ペンシルベニア州選出のJ.ドナルド・キャメロンや、イリノイ州選出のジョン・A・ローガンと共に、トリアンビレートを結成し、グラントをホワイトハウスに戻す運動を始めた。グラントが勝利すれば、コンクリングなど、ストールワート派は、ホワイトハウスに大きな影響力を持てるはずだった。グラントは、ストールワート派の指導者たちが、それぞれの州を確保すると計算でき、グラントの勝利を保証してくれることを分かっていた。コンクリングは、グラントの指名を確信していたので、神の行動以外の何者もグラントの指名を妨げられないと言っていた。元大統領の副官アダム・バドウは、グラントが過度に指名を痛いと切望しているとコメントしていた。グラントの指名にいかなる失敗の可能性もないと考えていた。しかし、グラントの親友は大衆の支持が衰えていると見ていた。ジョン・ラッセル・ヤングはグラントを呼んで選挙に落ちるかもしれないので、当惑する事態を避けるために撤退すべきだと伝えた。ヤングは大統領の3期目という概念に反対する者たちから強く攻撃されると論じた。ヤングは選挙戦の扱いも批判しており、もし当選してもトリアンビレートに負債を負うことになると告げていた。グラントはストールワート派の友人たちがその当選に大きな助けになると考えており、その政権では政治的支援関係に値していた。それでもグラントはヤングの忠告に耳を貸し、J.ドナルド・キャメロンに手紙を書いて、ストールワート派の後ろ盾と相談した後で、指名争いから自分の名前を下ろすことを認めた。グラントの妻ジュリアはその手紙のことを聞いて、夫が指名争いから撤退すべきではないと主張した。グラント将軍が指名されなければ、それはそれでいい。でも名前を落とすべきではない。と伝えた。ヤングは5月31日にシカゴでトリアンビレートにその手紙を届けたが、グラントの名前を外すような行動は行われなかった。ジェームズ・ G・ブレイン、1870年代の写真共和党公認候補のもう一人の有力者は、ジェームズ・ G・ブレインだった。ブレインは、メイン州選出のアメリカ合衆国上院議員であり、元は同下院議員であり、グラントの指名を妨げる有力候補の位置にあった。4年前の1876年にもブレインは党の指名を得ようとした。その年の党中央大会の数週間前、鉄道株に関わる不正行為を行ったと告発された。ブレインが行ったことの詳細がマリガンの手紙に書かれていた。ブレインは下院の議場で自己弁護を行い、手紙の犯罪に関わらない部分を選び編集して読み上げた。この汚名をすすごうという努力にもかかわらず、ブレインの政歴の残り期間はこのスキャンダルがついて回ることになった。オハイオ州シンシナティで投票が始まる前の日曜日、ブレインはワシントン改宗派教会の会談でつまずいた。2日間意識をなくしており、その結果、その健康を疑い、大統領職が務まるかを懸念した支持票を失った。ブレインは、ニューヨークさんのような敵対者にも冷笑されていた。その大見出しでは、ブレインが気を失ったふりをしていると書かれた。1876年党大会での第1回投票で、ブレインは285票を得た。政敵であるロスコー・コンクリングが第2位で99票だった。ブレインとコンクリングは1866年の下院議場での討論に始まる長い政敵だった。投票がさらに6回続いても決着がつかなかった後、コンクリングはラザフォード・ヘイズに支持先を変え、最後はヘイズがブレインを破って指名を得た。1876年にブレインが失敗した後、その支持者たちは1880年のシカゴの大会で大統領になるつもりがあるなら指名される必要があると考えた。もし2回立候補して共に敗れた場合、その次はないと見られていた。その選挙参謀として、ウィリアム・E・チャンドラーは、彼は6月にシカゴで指名されなければならない。さもなければこの国の最高執政官になる考えを、諦めなければならない。彼の成功のために全てを犠牲にする用意がある。国中の友人と彼自身にそれはかかっており、シカゴで勝利をつかむかである。と語っていた。ミリガンの手紙のスキャンダルがあったにもかかわらず、ブレインは1880年の選挙戦でうまく立ち回り、その立候補については全国的な支持を得ていた。ブレインは金本位制、大企業、アメリカの公務員を保護する関税、解放国人の公民権、さらにはアイルランドの独立を支持していた。ジョン・シャーマン、アメリカ合衆国財務長官時代の写真。ジョン・シャーマンはオハイオ州選出のアメリカ合衆国上院議員を長く務めており、また1850年代後半から1860年代初期にはアメリカ合衆国下院議員も務めていた。上院議員としてのシャーマンは全国銀行システムの計画を指導していた。また南北戦争後の銀行システムについて全国的な政策を監督していた。1873年恐慌の後は国内の財政を回復させることに貢献していた。ヘイズ大統領の内閣でアメリカ合衆国財務長官を務めており、金本位制と国内金準備項の積み上げを提唱していた。1880年、シャーマンは能力主義の下で政府職員の再評価を行うよう推薦してもいた。その推薦は1883年のペンドルトン公務員改革法に結実し、ハーフブリード派が起案し、ストールワート派の大統領チェスター・A・アーサーの署名で法制化された。シャーマンの仲間はその立候補にあまり自信を持てなかった。シャーマンはそのカリスマ性のない性格についてオハイオ・アイシクルと呼ばれており、有権者へのアピールが足りなかった。その仲間は大衆の中でシャーマンは雄弁ではないが優美な話し手であり、ほとんど本当のことしか話さないように規制している。とコメントしていた。指摘には無口で打ち解けない性格であり、多くのアメリカ人が快くは思わない性格だった。シャーマンは大統領になれば財務長官として実行してきたように、金本位に裏付けられた統制を実行しようと望んでいた。大会の始まる前に新聞はシャーマンが指名投票で110票を受けると予測した。シャーマンは投票を5、6回繰り返した後に、グラントの票が割れたとすれば、指名に至る可能性があると考えていた。ジェームズ・ガーフィールド、南北戦争で準勝の時ジェームズ・ガーフィールドは、オハイオ州から上院議員に選ばれたものとして、シカゴに来ており、それ以前は1863年からアメリカ合衆国下院議員を務めていた。1859年、共和党員として、オハイオ州上院議員に選出された。翌年、オハイオ州の法廷弁護士として認められた。州上院議員は1861年まで務め、南北戦争が始まった時に北軍に入隊した。ガーフィールドは、オハイオ第42師団不評連隊長に任命され、ケンタッキー州東部から南軍を追い出す任務を与えられた。1862年1月6日、ジェニーのクリークで南軍騎兵隊に対し多くの不評連隊を率いて戦った。南軍が撤退して事態を勝利に導いたことで1862年3月に準勝に昇進した。ガーフィールドは後のシャイローの戦いではドン・カルロス・ビューエル少将の下で、コリンスの包囲戦ではトマス・J・ウッド少将の下で仕えた。ガーフィールドは健康を害したので、フィッツジョン・ポーター将軍の行動を調査する任務になった。1863年春、カンバーランド軍指揮官のウィリアム・ローズ・クランズの参謀長として戦場に戻った。1863年9月、激闘となったチカマウガ方面作戦の後、ローズ・クランズはその任務を解任された。ガーフィールドは戦闘の時に勇敢に戦うことでその評判を保ち、その後は少将に昇進した。ガーフィールドの名声が広がり、ウィリアム・デニソンが1863年のアメリカ合衆国下院議員選挙でガーフィールドを当選させた。ホワイトロー・リードが言っているように、ガーフィールドは開戦とともに軍隊に入った若い政治家の中でも有能で傑出したものだった。ガーフィールドは軍隊を去りたくなかったので、自らエイブラハム・リンカーン大統領を訪問し、助言を求めた。リンカーンはガーフィールドに扱うことのできる以上に将軍がおり、必要なのは政治的な支援だと告げた。ガーフィールドはその後も2年ごとに下院議員に再選されていった。1872年、クレディット・モビリエ・オブ・アメリカの収賄事件で疑惑のある金$329を受け取ったとして告発された。ガーフィールドは繰り返しこの容疑を否定し、下院捜査官の前で弁護してもらうために、ウィリアム・E・チャンドラーを雇うことまでした。このスキャンダルではあまり証拠がなかったので、ガーフィールドの勢力に大きな影響を残さなかった。その4年後、ジェームズ・G・ブレインが下院から上院に転籍したので、ガーフィールドが下院の共和党院内総務になった。この年は1876年、アメリカ合衆国大統領選挙で、ラザフォード・ヘイズと民主党のサミュエル・ティルデンが激しく争った時であり、その決着は、下院の選挙委員会に持ち込まれた。ガーフィールドもこの委員となり、委員会は最終的に論争のあった選挙人票20票をすべてヘイズのものと判断し、その当選を決めた。1877年の妥協と呼ばれた。1880年共和党全国大会に先立ち、ガーフィールドはブレイン支持を打ち出していた。しかしジョン・シャーマンが出馬を表明すると、ガーフィールドは支持先を切り替え、オハイオ・アイシクルの支持を表明した。ロス・コーコン・クリング、ニューヨーク州選出アメリカ合衆国上院議員1880年1月、各地で党員集会が開かれて代議員が決められた。州の大会では、全国大会に送る州の代表となる代議員を選別した。大会前に候補者による政治マシーンの操作がかなりの規模で行われた。ジョン・シャーマンは自分が指名した財務省の職員を使い、南部中の党員集会に出させて支持してくれる代議員を確保することに努めさせた。ロス・コーコン・クリングのような州単位での政治ボスは、特定候補者を政治的に支持する代議員を拾い上げるために州の大会を使った。ニューヨーク州ユーティカで開催された州代議員選別大会で、グラントの支持者が217票で、ブレインの支持者180票をわずかに上回っただけだったが、コンクリングは次のような決議案を通させた。コンクリングは、この決議に従う、要代議員に指示し、それに違反した場合は、政治的報復と個人的不名誉の犠牲になるであろうことを保証した。しかし、シカゴでは、ニューヨーク州の多くの代議員が決議に逆らい抗議。ブレイン支持を表明した。J. ドナルド・キャメロンは、ペンシルベニア州大会で同じような戦術を使って反対者にグラント支持を強要した。トリアンビレートの第3の男ジョン・A・ローガンは、イリノイ州大会会場から文字通りブレイン支持者を締め出し、自ら選んだグラント支持者に入れ替えた。全国大会開会まであと4日となった5月29日までに、列車が着くごとに代議員、ロビー運動家、記者、選挙運動応援者たちがシカゴのユニオン駅やディアボーン駅に到着した。候補の支持者たちは毎日のパレードや集会でシカゴの通りを狭くした。大会前に投票結果の予測が多くの情報源で出版されていた。その一つはオルバニー・イブニング・ジャーナルであり、ブレインが277票。グラントが317票、シャーマンが106票、その他の候補者で49票となっていた。これら予想はすべて、指名に必要な379票に届かないものだった。シカゴにいた多くの者は、勝者、おそらくグラントが、特定の州の代議員はすべて州の代議員団の選ぶ候補者に投票しなければならないということを前提とする統一ルールが守られて、初めて一人に絞られると分かっていた。そうならなければ、一方が他方に譲ることになるまで暗礁に乗り上げた状態が長く続くことになるはずだった。投票を始める前に、代議員は統一ルールの重要な事項について、表決で決めておく必要があった。大会を始める前に、ジェームズ・ガーフィールドが、私は候補者の選択よりも重要なことだとみなしたと、言っていた。このルールが代議員の過半数によって支持されれば、州の政党ボスはトリアンビレートの各人と同様にグラントの指名で固めることができるはずだった。コンクリングなど、ストールワートのボスたちがこのやり方を実行した場合、トリアンビレートの出身州大議員のうち60人近くが黙るしかなくなっていた。ハーフブリード派にとって不運だったのは、J. ドナルド・キャメロンが共和党全国大会の議長だったことだった。キャメロンはこの大会で新しいルールを採用するために自分の権限を行使するつもりであり、統一ルールについて不満なものも抑えようとした。その作戦が漏れて数日のうちにシカゴの大議員のほとんどがそれを知るところとなった。シャーマンとブレインの支持者たちはキャメロンがその権限を行使することを防がなければならないことが分かった。ブレインの応援部隊はキャメロンを全国大会議長から外すことによってのみ、統一ルールの押し付けを防止できることで合意した。1880年の政治漫画、コンクリング上院議員が共和党指名候補に想定されるものを描いたスライディングブロックパズルで大統領パズルをしている5月31日午後7時。大会を始める前の最後のミーティングを J. ドナルド・キャメロンが招集した。このミーティングに集まった56人の中で、キャメロンの同胞は16人しかいなかった。残りはハン・グラントの大議員であり、団結してキャメロンを吊るし上げることに決めていた。コロラド州の上院議員ジェローム・B・チャフィがこのミーティングで最初に統一ルールの問題を取り上げた。チャフィは、ウィリアム・E・チャンドラーがまとめ上げた手書きの動議をキャメロンに手渡した。キャメロンはこれを予測しており、チャフィの動議に何らかの欠陥を見つける必要があった。キャメロンはチャフィの動議を却下した。チャフィにその理由を問われたキャメロンは、委員会が大会に暫定議長を指名できるだけであり、統一問題について評決を行うことはできないと説明した。キャメロンは続いて、カリフォルニア州出身のストールワート派大議員であるジョージ・コーネリアス・ゴーラムを使い、アメリカ合衆国上院の秘書官であるゴーラムは議事手続きの専門家になっていたので、その判断を正当化させた。ハン・グラント派の大議員は一人ずつキャメロンの動議に異議を唱えようとしたが失敗した。ゴーラムは委員会議長としてキャメロンが適していると考えるところに従い行動できると宣言した。コネチカット州の大議員で、グラント政権では、アメリカ合衆国郵政長官を務めたマーシャル・ジュエルが、キャメロンの裁定に声を大にして、反対を唱え始めた。キャメロンはコメントせず、短い休憩を要求した。休憩後に、ウィリアム・E・チャンドラーからの動議で、中立派上院議員で、マサチューセッツ州の大議員である、ジョージ・フリスビー・ホアを、党大会の暫定議長に選ぶ動議を受け入れることに合意した。委員会の評決は29票対17票で、ホアを大会暫定議長に選出した。その日の深夜に委員会は休会となり、委員たちは翌朝集会を継続することにした。キャメロンの行動に関する知らせが夜の間に街中に広まった。その強硬路線が失敗しており、コンクリングなど他のグラント支持派は、事態が悪化する前に支配力を戻そうとした。翌朝、コンクリンが、その信頼する仲間のチェスター・ A ・アーサーに事態の解決を依頼した。アーサーは事態を評価して妥協案を考えついた。委員会室入り口でチャンドラーなど、ハン・グラント派と党と会見した。アーサーはグラント派の者たちが前日に決まった。大会暫定議長としてのホア上院議員を拒絶したことを認めたが、再考する余地があると言った。アーサーは、その大議員たちに、統一ルールについて自由投票で採決し、その見返りに、ドン・キャメロンを全国大会議長に戻すという提案を行った。数分間議論した後で二人は合意に達した。ブレイン派の指導者であるチャンドラーが取引を受け入れたので、アーサーは、自信があり、グラント派も合意するに違いないと見ていた。その後チャンドラーは取引内容を30人の反グラント派委員と議論し、また以前に統一ルールについて反対を表明していたジェームズ・ガーフィールドとも話をした。反グラント派30人のうち23人がその条件に同意し、ガーフィールドはその条件が和解の精神で受け入れられなければならないとコメントした。委員会は6月1日午後に再招集され、J. ドナルド・キャメロンが委員会議長の席に座った。アーサーは多くの動議を提出し、ニューヨーク州とペンシルベニア州のグラント派は大会暫定議長として、フォア上院議員の指名を支持すると表明した。誰も反対せず、その動議が認められた。集会は流会となった。ニューヨークトリビューンの記者は後に、グラント支持者がアーサー将軍の優れた管理で全的な壊滅を免れたと言っていた。大会中のインターステートエクスポジションビル内部の様子。ジェームズ・アブラム・ガーフィールドが演壇に立ち、話し始めるタイミングを待っている6月2日、水曜日正午、J. ドナルド・キャメロンは、かねての指示通り、大会暫定議長に、フォア上院議員指名を議案とした。その指名は、満場一致で可決された。その後に、イリノイ州の大議員ジョン・H.ロバーツと、ペンシルベニア州の大議員クリストファー・エル・マギーが、大会暫定秘書に指名された。メイン州、選出アメリカ合衆国上院議員ユージン・ヘイルが、点呼を要求する決議案を提出し、各州大議員団の議長がこの大会の3つの委員会に出席する大議員の名前を読み上げた。委員会が設立され、大会は午後3時5分に休会になった。大会は6月3日午前11時に再開された。ロスコー・コンクリングが休憩を動議したが、却下された。別のニューヨーク州大議員、ヘンリー・R・ピアソンは、恒久的組織委員会の委員であり、暫定的な大会の任務を、恒久のものにする提案を提出した。この動議は採択され、午後5時まで4時間の休憩となった。再開後、規則委員会から報告を行う動議が出されたが、ニューヨーク州のジョージ・ H・シャープから、資格審査委員会の報告を要求する動議が割り込んだ。この動議は賛成318票、反対406票で却下され、前の動議が検討された。午後7時半、大会は翌朝午前10時まで休会になった。翌朝、コンクリングが会場内にいるすべての大議員は党の公認候補を支持すべきとする決議案を提出した。コンクリングはいかなるものも同意する用意がない英雄に席を持たせるべきではないと語った。発声による投票が求められ、この決議案は満場一致に近い支持を得た。しかし、1ダースかそこらの大議員がダメだと発言した。コンクリングは衝撃を受けた。彼は共和党の大会で誰がこのような決議案にダメだと言えるのか、と尋ねた。続いて、反対者を特定するために点呼を要求した。反対者の大半は、このグラスパレスの数千人が見ている場で、その不同意を宣言しようとはしなかった。ウェストバージニア州の3人の大議員だけが、決議案に対してダメだと発声し、C という音の嵐を浴びることになった。コンクリングは続けて、このウェストバージニア州大議員3人の票を取り上げ、大会で彼らの発言を封じる決議案を提出した。その大議員たちは、コンクリングの決議案に反発し、その動議を厳しく批判した。オハイオ州大議員の席に座っていた、ジェームズ・ガーフィールドが立ち上がって、事態を収拾しようとした。ガーフィールドは、大会がコンクリングの動議を認めるならば、大会は大きな誤りを犯すことになると述べ、大議員たちに持論を展開するために、しばしの時間を求めた。ガーフィールドは、ウェストバージニア州大議員3人は、そのような表明をすべき時ではないと考えたからであり、そのような彼らの権利を剥奪すべきではないと論じた。いかなる問題に対しても、私の意思に反する投票に拘束するならば、それは大会とはなり得ないと続けた。ガーフィールドは、その演説で聴衆を支配できた。コンクリングはその状況を特に楽しんではいなかった。ガーフィールドに走り書きしたメモを送ったが、それには、ニューヨーク州は、オハイオ州の真の候補者とダークホースが前に出ることを求める。RC と書かれていた。コンクリングはその後で、決議案を引き下げた。その後資格審査に関する論争が、混乱状態を呼んだ。ジョン・ウェイ・ローガンはその年早くに行われた州大会でハン・グラント代議員を排除していたが、彼らは資格審査報告書を提出することに決めていた。アーサーとチャンドラーの会合で、両名は資格審査問題を大会で議論できると合意していた。グラントを支持したシカゴの弁護士、エミリー・ストアズが、ブレインの支持者を嘲笑することで、資格審査に関する法律論争を中断させた。その発言でブレイン側からも、グラント側からも、発言の応酬となり、大会は混乱の中となり、人々は叫び始め、会場中で飛び跳ね出した。ガーフィールドは、大会がアメリカではありえないように見える。フランス革命の興奮にあるパリの一部のようだと述べていた。混乱状態は午前2時まで続き、議長を代行していた歳入委員会委員のグリーンビーラウムが小槌を鳴らしてデモンストレーションの終わりを宣言した。土曜日の夜、州名のアルファベット順で候補者提案が行われた。ミシガン州代議員は70歳のミシガン中央鉄道社長、ジェームズ・カイ・ジョイであり、ジェームズ・G・ブレインを推薦した。ジョイは、大衆の面前での演説に慣れていなかったので、我々は今投票まで待てない状態にあるので、推薦演説は言葉が詰まり、かいつまんで済ませた。ジョイは、共和党公認候補に、ジェームズ・S・ブレインを推薦することで、その演説を終えた。すぐさま、多くの代議員が、G・ブレイン、馬鹿者、と横槍を入れた。次の順番はミネソタ州であり、同州出身のウィリアム・ウィンダム上院議員を推薦した。それから9つ目の州となったニューヨーク州のロスコー・コンクリングが演台に進み、ユリシーズ・S・グラントを推薦した。さて、彼がどの州の出身かを問われたならばこれしかないという答えは彼はアポマトックス出身である、その有名なリンゴの木の出身である15,000人の聴衆が万歳を叫んだ。コンクリングは聴衆のエネルギーをその演説に乗せ、続いてニューヨーク州はユリシーズ・S・グラント。一度も敗れていない。平時でも戦時でも一度も敗れていない。その名前は生きている者によって最も結出した形で覚えられていると言って候補者を紹介した。コンクリングはさらにグラントのアメリカ国民に対する忠誠心について話し、3期目の問題を持ち出したグラントの敵を叱った。コンクリングはグラントが正直な人間であることを示そうとして、互恵関係なく、特使もなく、委員会なく、局もなく、代議員を獲得したことを訴えた。コンクリングが演説を終えた後、ブレインやシャーマンの陣営から、ブーイングやシーの声が上がり、一方、ストールワートのグラント支持者は拍手喝采した。ノースカロライナ州の順番の後、オハイオ州の代議員団は、ジェームズ・ガーフィールドが代表して、ジョン・シャーマン推薦の演説を行った。ガーフィールドは、演説原稿を書いておらず、そのような大群衆の前で演説を行うことに、非常に神経質になっていた。シャーマンは、シカゴに向かう前に、彼が採用したいかなる方向にも、勇気を与えることを続けたと強調するよう伝えていた。ガーフィールドは、この大会での自分の役割について大きな誇りを持っていることを強調して演説を始めた。続いて大統領が所有すべき特質を数え上げ、党の統一の重要性を強調した。演説の最後近くなって、シャーマンの名前を挙げた。ガーフィールドの演説に関する多くの報告書は、その熱心さ、雄弁さ、受け取られ方の良さを挙げていた。ある証言では、大変受けが良かったので、代議員たちに、ガーフィールドを大統領候補の競合者として、考え始めさせたことを示すものもあった。一方で、シャーマン支持派の者には、ガーフィールドの演説を全く嫌った者もいた。シャーマン支持者からシャーマン自身に宛てた電報には、ガーフィールドはあなたに、何の貢献もしていない。彼は、その支持の仕方が極端に生ぬるかったと非難していた。グランドパシフィックホテルで隣接するスイートルームに宿泊しているオハイオ州知事チャールズ・フォスターとガーフィールドがガーフィールドを候補者に持ち出す陰謀を立てているという噂が広がり始めた。シャーマンの陣営で責任を追及する知らせが国中の新聞にもたらされた。オールバニーブニングジャーナルは、オハイオ州大議員団は、シャーマン陣営から脱出し、丸ごとブレインに行く用意があるという一般的な考えがあると報じた。ガーフィールドは、その演説後に大議員の間で人気が出ていたが、シャーマン支持者の中の者たちから出たとされる告発で動揺し、将来にどう響くのかを心配していた。親しい仲間はガーフィールドがあまりに急速に大きな人気を得たと感じていた。ロレンゾ・コフィンのような友人はまだその時ではないと感じていた。ガーフィールドは友人の助言を入れられたが、すでに大議員に大きな印象を与えてしまっていた。6月6日日曜日遅い時間、元大統領、ウィリアム・ハリソンの孫で、インディアナ州の上院議員ベンジャミン・ハリソンが、ガーフィールドのホテルの部屋に来て、どのような条件なら共和党公認を受け入れるかを尋ねた。ガーフィールドは、ジョン・シャーマンを支援するという目的だけで大会に来ており、ハリソンには即座に自分の名前は使われてはならないと告げた。月曜日の朝10時、大会議長のホアが小槌を叩いて開会を告げた。ユージン・ヘールが即座に大統領候補の指名投票に進むという動議を出し、ロスコー・コンクリングがその動議を支持した。新聞では投票の結果を予測しており、大議員たちは勝者が確定するまでに何度も投票を行うことになると分かっていた。投票の点呼の間に、イリノイ州のジョン・A・ローガンが、自分の州は大議員が42人であり、そのうち24人のみがグラントを支持すると宣言して、会場を驚かせた。ローガンが以前にグラント支持派に宣伝していたように固まってはいないということだった。ニューヨーク州も同様な状況にあった。70人の大議員の中で51人がグラントを支持し、17人はブレイン、残り2人がシャーマンだった。ペンシルベニア州はさらに悪く、58人の大議員のうち32人のみがグラント支持となっていた。すべての州が態度を表明し、集計が行われた。グラントは304票、ブレインは284票、シャーマンは93票を得ており、バーモント州の上院議員ジョージ・E・エドマンズが23票、グラント政権で駐フランス大使を務めた。エリフ・B・ウォッシュバーンが30票、ミネソタ州上院議員、ウィリアム・ウィンダムが10票という結果だった。トリアンビレートのいる州の中では、60人の大議員がグラントを支持していなかった。どの候補者も指名に必要な379票に達していなかったので、その日は投票が続いた。ワシントン DC では、ブレインもシャーマンも第1回投票結果を聞いて失望していた。ブレインは1回目で300票近辺を予測すべきと言われていたが、それよりも16票足りず、1876年の第1回投票で得た数字よりも1票少なかった。シャーマンは110票と予測されていた。つまりブレインやグラントに予測される票数よりもかなり少なかった。しかし、シャーマンはグラントの票が割れたとすれば、指名に至る可能性があると考えていた。シャーマンが第1回投票結果を聞いた後で、投票のいくらかは投票が始まる前に自分から逃げていったことに明らかに起こり始めていた。オハイオ州の大議員のうち9人が自分から逃げてブレインに投票したことに動揺していた。シャーマンはブレインが虚偽と礼賞と背信というで、オハイオ州の大議員を寝返らせたことを非難した。イリノイ州ガリーナでは、第1回投票結果を告げられてもグラントがいかなる感情も表さなかった。ある新聞記者が目視した軍人はいつもの平静さで葉巻をくゆらせていたと報告していた。グラントの妻、ジュリアは膠着状態を予測し、夫にシカゴを訪問して大議員たちを驚かせてはと提案した。グラントはそれが不運としつけの悪さという印象を与えるので、賢明ではないと考えた。妻はグラントの心を変えさせようとしたが、グラントは決めたことにこだわったままだった。こうしている間にも大会の大議員たちは勝者が決するまで投票を繰り返していた。その日の2回目の投票で W.A. グライアというペンシルベニア州の大議員が、ジェームズ・ガーフィールドに投票した。しかし、その日の大半で、ガーフィールドに対する支持は、その一票のままだった。夕食休憩までに18回の投票が行われた。夕食後にさらに10回の投票を行った。それでも勝利に必要な379票に近づいた候補者はいなかった。投票が12時間続いた後、マサチューセッツ州大議員、ウィリアム・ラバリングがその日は、休会にする動議を出した。グラント派の大議員数人が反対したが、休会動議は賛成446票、反対308票で可決された。28回の投票が終わり、グラント307票、ブレイン279票、シャーマン91票であり、残りはウィリアム・ウィンダムやジョージ・カイ・エドマンズのような特定州出身の候補者に割れた。ダークホースの候補者を導入するという提案が起こり始めていた。各候補者を後押しする者たちは同程度に指名を獲得すると決めていたが、投票の場に新しい大議員が投入されなければ、膠着状態を破れないと考えた者もいた。シャーマンやブレインの支持者が休会になった後に会合を持った。チャンドラーがその考えを説明した。ブレインは300票近くを得ており、単純に指名争いから降りるわけにはいかなかった。チャンドラーの説明では、ブレインがその支持者を自由に投票させたとしても、アイオワ州、カンザス州、ネバダ州、カリフォルニア州、オレゴン州の票と準州の12票はグラントに行くだろう。また、南部州の票も同様だと予想していた。両陣営は朝の2時あるいは3時まで協議したが、何も決まらなかった。その夜、グラント派の指導者たちは、グランドパシフィックホテルのロスコーコンクリングのスイートルームに集まっていた。彼らは3期目に抵抗する者など、グラント指名に障害となる因子を議論した。多くの者がグラントは指名を受けないことになると予測した。グラント支持者たちは他の2人の候補者のことを検討して、どちらも受け入れられないことで合意した。コンクリング自身がグラントの代わりに立つべきと要求する者もいた。グラントを外した場合に、コンクリングは共和党公認を得るためにあまり抵抗されないと論じていた。しかし、コンクリングは大統領候補に指名されるという考えを受け入れられなかった。大会で私が他の票をすべてを受けたとしても私自身の票が欠けており、私は自分に投票しない。私は最後までグラント将軍を支持するニューヨーク州の代理人としてここにいる。このような条件下で彼のために来た者は選出されるに値しないだろうし、選出されるべきでない。6月8日、火曜日朝の第1回投票は、結果に2つの変化があった。マサチューセッツ州が、その21票を、ジョージ・エドマンズ上院議員からジョン・シャーマンに乗り換え、シャーマンは116票となって、それまでの最高となった。ウィリアム・チャンドラーが、ミネソタ州大議員のうち3人を、同州出身のウィリアム・ウィンダムからジェームズ・G・ブレインに切り替えさせた。32回目の投票では、ブレインが前夜と比べて6票落とし、グラントは309票に増えていた。票の動きは比較的小さかったが、コンクリングはニューヨーク州大議員団はグラントが午後1時までに指名を獲得すると主張すると自信ありげに語った。33回目の投票で、ウィスコンシン州大議員団の9票がグラントからエリフ・ウォッシュバーンに移った。次の投票では、ウィスコンシン州20票のうち16票が、ジェームズ・ガーフィールド支持に変わった。ガーフィールドは即座に、ホア議長に、規則の問題を投げかけた。自分の同意がなければ、得票すべきではないと主張して、発表の正確さに異議を提出した。ホアは、ガーフィールドの異議を却下し、ホアは、規則の1点だけで大統領の候補が消されるのを見たくなかった。すなわちガーフィールドが、候補に指名される機運を消したくなかったので、ガーフィールドの異議を却下したと、後に語っていた。その時の投票では、グラント312票、ブレイン275票、シャーマン107票、ガーフィールド17票だった。35回目の投票では、インディアナ州のベンジャミン・ハリソンが自州の27票をガーフィールドに移すと発表した。メリーランド州代議員4人とミシシッピ州、ノースカロライナ州各1人もガーフィールド支持に切り替え、合計は50票になった。ブレインは指名を得る確率が落ちて行っていると見ており、ブレインを踏みとどまらせようと来ていた訪問者に対して、低落する市場でカードを浪費する必要はないとコメントしていた。それはブレインに会うためにその客が訪問カードを出していたが、その会見は生産的なものにならないという意味だった。ブレインは最も適した候補者がジェームズ・ガーフィールドだと感じ取っていた。ガーフィールドは親友であり、ガーフィールドを支持することでグラントとコンクリングを破ることができ、さらにガーフィールド政権で役職に指名されることもあると考えた。同様にシャーマンは仲間からの助言を聞いており、自分への支持をガーフィールドに向ける決断をし、共和党を救うと言った。両人はその支持者たちにガーフィールドの指名を支持するよう伝えた。36回目の投票でガーフィールドは399票を獲得し、グラントより93票多く、共和党公認候補の指名を獲得した。ブレインは42票、ウォッシュバーンが5票、ジョン・シャーマンが3票、残りは泡松候補に分かれた。ガーフィールドは指名を得た後の圧倒されるような感動の中にあったので、インターオーシャンの記者が死んでいるように青ざめ、友人から祝福の言葉を投げかけられても半分は意識にないように見えたと報道していた。大会は数千の人々がガーフィールドの名前を唱え、後には自由の歓声への斉唱に加わったので、狂乱の様相を呈していた。ロスコー・コンクリングなどグラントの支持者たちは、むっつりした顔で見ているだけであり、その落胆の色を隠さなかった。コンクリングは、全投票を通じて306人の代議員が、グラント支持を崩さなかったことを誇りに思った。コンクリングは、グラントの支持者と共に、306人の衛兵協会を作った。この協会は毎年晩餐会を開き、古い衛兵と彫られた記念コインを発行すらしている。その後で、ホア議長が小槌を叩き、ジェームズ・ウェイ・ガーフィールド、オハイオ州、アメリカ合衆国大統領候補に指名すると宣言した。ガーフィールドは妻に宛てた手紙で、もしこの結果が貴女の承認を得られるならば、満足するべきだろうと記した。妻のルクレティアは夫が指名されたことに感動し、承認を与えた。その後ガーフィールドは1881年に始まる任期で選ばれていたアメリカ合衆国上院議員の職を辞し、オハイオ州議会は代役にシャーマンを選出した。ガーフィールドを支持したオハイオ州大議員団は、ニューヨーク州のストールワート派をガーフィールドの副大統領候補に臨んだ。これには、コングリングをなだめる意味もあり、また、出身州の地域的バランスも考慮された。リーバイ・モートンは副大統領候補になることについて、コンクリングに相談したが、コンクリングはグラントが落選したことでその時も不満な状態であり、モートンに出馬しないよう助言したので、モートンも辞退した。ロスコー・コンクリングとの結びつきが強い。チェスター・ A ・アーサーが推薦された。コンクリングはアーサーにも受け付けないよう説得しようとしたが、アーサーは副大統領を今まで得られるとは夢見たこともないような栄誉であると言って推薦を受けることにした。アーサーは指名投票で468票を獲得した。次点はエリフ・ウォッシュバーンの193票、続いてマーシャル・ジュエルの44票だった。元テキサス州知事のエドマンド・J・デイビスも副大統領候補に上がっていたが、ほとんど支持はなかった。大会議長、マサチューセッツ州のジョージ・フリスビー・ホアが6月8日午後7時25分に小槌を叩き、それまでで最長の共和党全国大会は閉会となった。ガーフィールドは大統領候補として初めてポーチ前選挙運動を行った。あちこちと旅してはおらず、通常は家にいて、訪問者に大統領となった時の計画を語っていた。ガーフィールドは選挙運動のために、党大会に出た他の候補者の支援を要請していた。1880年民主党全国大会は、大統領候補にウィンフィールド、スコット・ハンコックを、副大統領候補にウィリアム・ヘイデン・イングリッシュを選んだ。選挙戦は大変な接戦となり、一般投票の結果で、ガーフィールドは絶対多数に1万票足らず、乗せただけだった。ある資料ではそれを2000票と言っていた。しかし、選挙人数では全体369人のうちガーフィールドが214人を確保して当選した。1881年7月2日、ガーフィールドはワシントン DC にあるボルチモア&ポトマック鉄道の駅で元シカゴの弁護士チャールズ J ギトーに銃で撃たれた。ギトーはストールワート派の確たる支持者であり、ニューヨーク州ではグラント支持者を集めて演説を行ったこともあった。ガーフィールドが大統領に当選した後、ギトーはパリの領事に指名されることを期待して何度も大統領と国務長官のジェームズ・ G ・ブレインに接触しようとしていた。ブレインからその職にはつけないと言い渡された後、ギトーはガーフィールドに復讐することにした。何週間も暗殺の計画を練った。ガーフィールドを撃った後、私はストールワートだ、アーサーが大統領だと叫んだ。ガーフィールドは狙撃から2ヶ月半以上経った9月19日に死亡した。長い裁判が続いた後、ギトーは死刑を宣告され、1882年6月30日に絞首刑になった。ありがとうございます。